教員養成セミナー8月号パワーアップノートの解説をいたします。三宅と申します。よろしくお願いいたします。今回2番ですね。物質の変化という形になります。29ページを開いてください。そのポイント1、化学変化というところのお話をしていきます。今度は状態変化とは異なって、化学変化は化学反応で物質自体が変化してきます。なので反応前後で原子の組み合わせが変わっていって、反応物スタートのものと、変わったものができます。完全に物が変わっちゃいますよということになっていきます。はい、で化学変化をしていくので、化学反応式という形で、反応の前、これ窒素と水素からアンモニアができるやつをちょっと例に出しますが、変化していきますよという形になっていきます。はい、でまず、ただそうは言っても化学変化で変わらないものは前と矢印の後ですね、のところで N とか H とかの数は変わりません。今これ N2 個、これ H2 個、これ N1 個、H3 個って形になっているので、矢印の左側と右側で数を合わせていきます。例えばという形になりますが、こちらですね。数字を入れていくんですが、ここに2、ここに3を入れてあげると、これ N が2個ですね。N が2個。N が2個ですね。H、これで 3H2 にすると6個になって、今度こっち側を見ていきましょう。矢印の先は N が、NH3 が2個なので、これ NH3 ね、これは2個なので、3か。N が2個。H が3、3で、6個ですね。で、これ数があったので、これで化学反応式ができましたよっていうことで、左と右で数を合わせていきます。これで化学反応式ができましたよという形になっていきます。で次にですね、これが何を表すかというと、反応する量も表していきます。窒素1モルと、水素 H2 3モルを反応させると2モルのアンモニアができますよということを表します。ここに、これ省略されてますが、1と3っていうのがここに対応しますね。これが反応の前です。矢印なので反応の前で、変化する前です。で変化した後にこの2モルっていうのはこの係数ですね。これ反応の後です。反応後2個、2モルできますよ。もうちょっと言い方をすれば、粒子の個数比、個数でもいいので、窒素1個と水素3個が反応して2個のアンモニアができますよっていうような形で個数を表していきますね。でただ1個、2個、3個とかとやっていくと、化学の場合だとちっちゃすぎるので、でそれを少し大きくまとめたやつのモルっていう形の集団で考えていきますよって新しい単位でやっていくような形になります。はい、次にいろいろな、化学反応ということで、化合と分解ですね。2種類以上のものがくっつくものを化合で、離れていくものを分解って言いますが、その中でも大事なのが酸化と還元という言葉ですね。酸素との反応のが化合の一種のやつが酸化とかって呼ばれるものになっていくし、酸素を失う反応のことを還元っていう形になります。まあ、酸素と反応という書いてありますが、C が酸素分子、酸素を受け取って酸、CO2 になります。これも酸化って言います。なので C が CO2 に変化する。これを酸化って言いますね。O がくっついてきましたよっていうのが酸化っていう形です。実は酸化と同時に O を失っていく側もあるので、これですね、還元、 O を失っていくことを還元っていうので、これ実は酸化と還元は実際は同時に起こってます。どっちを主体に置くかで C は酸化されましたよ、 CO は還元されましたよみたいな言葉で表していったりします。この酸化とか還元とかっていうのは覚えてるんですか。で、酸化の中には、燃焼という言葉が出てくることもありますね。熱や光を出して、激しく反応するような感じのもの。
そして燃焼には有機物、有機化合物を燃焼すると CO2 と H2O ができますよという話もぜひ覚えておいてください。では次に、酸と塩基という形になっていきます。ポイント2ですね。ポイント2、酸と塩基。まず酸。酸って何ですかっていうと、もうここです。H プラスが出てくるやつを酸って言いますね。水に溶かしたときに、水溶液中ですね、水素イオンを出していくようなのを酸と言います。酸。って言います。で次に丸2番の方の塩基っていうところは、塩基は今度は OH マイナスを出していくやつを塩基って言いますね。塩基。と言っていきます。で、これを測っていく。ちょうど酸でも塩基でもないやつを中性って言いますね。ちょうど真ん中ら辺の。酸性でも塩基性でもないのを中性って言います。これを測っていく。数字で見ていくときに pH とか pH とかって呼ばれるもので、これが7のときを中性って言いますね。なんでここに書いてあるんですけど、表の。pH が7のところを中性、7より小さいところが酸性、7より大きいところが塩基性になっていきます。ちなみにせっかくなのでちょっとだけ知っておくといいかなと思うのは、これ味覚も違います。酸性はちなみに酸っぱいです。酸っぱいが酸性ですね。お酢とかそういうのもそうですからね。塩基性これ苦いです。苦い。最近は塩基性のあれがないですが、石鹸とかが苦いんですけど、舐めたことがあれば口に入っちゃったら苦いはずなんですけど、これ知ってると少しだけ、想像つきやすいのもあったりするので、例えばリトマス紙で青から赤に変わるんですけど、これ覚え方ちょっとあって、ぜひこっちだけ覚えておけば、あとは逆は反対になるだけなので色の変化、これですね、梅を思い浮かべてもらえればきっとわかるはず。梅って青い梅から赤い梅ですね。梅干しになると酸っぱいですよね。はい、酸っぱいです。はい、酸っぱい方が赤くなるんですよね。はい、まあ、青い梅を食べたことがあるかというとまた難しいですが、赤い梅が酸っぱいよねっていうのはわかると思う。こんな感じで覚えておくと、まあ、覚えやすいかなと思います。まあ、BTB は言うほど出てこない、そんなに多くは出てこないので一応載せてはおきました。であとフェノール2に赤になるのは塩基性ですよ。こっちを覚えたけど逆だよねって覚えてくれてもいいと思います。これが pH っていうところと、酸性、中性、塩基性ってことと、色の変化ですね。入れた時の色の変化という形になります。そして酸と塩基、こちらに載せてないですけど、酸と塩基をちょうど同じ量、いい感じに打ち消し合うように入れたる反応のこと、中和とかっていう言葉が出てきておりますので、ぜひちょっと見ておいてください。酸と塩基を混ぜたら水が出てくるんですね、中和。それと塩です。これ塩で塩と読みますが、塩が出てくるよと、そのことがうまくついてくると。次になっていきます。次、ポイント3ということで、電池です。電池に使われていくこの極板と言われるものなんですが、これはイオン化傾向というものをの違う金属を使っていくことによって電気が流れていくっていうものになる。で、より鳴りやすい方から順番に並べたものですね。鳴りやすい順に並べたものなんですけど、でこれも、超有名な、語呂合わせがあるので、はい、せっかくなので、仮想かな、ま、あ、あ、てに、すんな、ひどすぎる借金ですね。ひ、ど、す、ギル借金とかって覚えるんですね。一度は聞いたことあるかなと思います。こんな感じで H はカッコついてるのは、 H は水素は金属じゃないので、金属だけを並べてるので一応カッコという形になるんですね。まあ、この辺がまあ、あなので、この辺ちょっと頑張って覚えるしかないですけど、はい、でこれは鉛が PB ですけど、鉛のことなのでっていうことで、ちょっとその形で覚えておくといいかなと思います。でこれを金属を使ってあげて、電池というものを作っていく形なんですが、まずこの板のところ、正極と負極っていうところにイオン化傾向の大きいものを負極という形でつけて、イオン化傾向が小さいものを正極という形でつけていきます。そして電解質溶ですね、間のこれをつないでいく、ここの浸していく液体があります。これが電解質、まあ、電気を通すやつじゃないとダメなので、電解質溶液というものを使っていきます。
で、そうするとこれ何が起きるかっていうのを順番に見ていこうかなと思いますが、イオン化傾向が大きいもの、大きいものね、イオン化傾向が弱いになりやすいので、基本的にはこの負極っていうのは溶けてイオンになります。イオンになります。イオンになると何が起きるかというと、プラスですよね。プラス、マイナスがどっかに行くはずなんですよ。電子がどっかに行くはずです。電子がどっかに行くので、電子が流れます。こうやって流れるわけですよ。電子が来ますよみたいな、で流れていきます。そうするとここに電子が流れるのが電気が流れてるよねっていうお話です。ただ電流っていう意味では正極から負極に流れますよ。なので電流の向きはこっちですからね。電流ね、電流、これはちょっと注意してください。電流の向きは電子の流れる向きと逆向きですが、これはまあスタートにこっちだって決めたら、実は中身電子だったので逆でしたっていうオチなんですけど、電子の動きっていうのがまず大事です。だからまずイオン化傾向、イオンになることによって電子が出て流れてきますよ、外に流れてきますよ。今度このマイナスをどっかで受け取ってあげなきゃいけないので、じゃあ受け取るのはっていうと H プラスがいるんですよね。プラスイオンがこう受け取ってあげると、まあ H2 っていう形でここでは出てくるよねっていうような感じになります。同じなんでですね、31ページに載ってますので、ぜひ見てみてください。であとは充電できる電池とそうじゃない電池、使い切りのやつとかで一次電池、二次電池とかっていう名前もついてますので、参考に見ておいていただければと思います。で次にポイント4ということで最後ですが、電気分解です。今度はこれね、電池をそもそもつけちゃいましょうっていう。で、液体を分解していく、液体の中身の方を分解していきましょうというお話です。で、ちなみに電池はこれが正極ね、こっちが負極です。とつないで、正極とつないだ方が陽極、負極とつないだ方が陰極という形になります。今回は塩化銅ってやつを電気分解していこうかなと思います。そうするともう、電子ですね。今度は電子が負極から入ってくるわけですよね。入ってきます。流れてくる。もう初めからね。これは電池の中身だったので、これちょっとは違いますかね。もう電池だから初めから流れてきますからね。流れてきたら、当然マイナスとくっつきたいのはプラスです。ということなので、この Cu にプラスがこっちに来て、銅がつきますよっていうことですね。銅が付着します。でもただこっちが流れたらこっち返してあげなきゃいけないので、今度は電子を返してあげなきゃいけない。そうなった時にですね、Cl- っていう今度はイオンがいるので、これ2つ分いりますけど、2つが今度はこっちに行って、まあ、Cl2 という形で塩素として出ていって、その出ていく分のマイナスでこう流れていくみたいな感じですかね。このような形で電気分解がされる。だからスタートは電子が動いてくるところがこう電池から入ってくるのがスタートになります。で、電池の中身という意味では溶けるところからスタートしていくという感じで覚えていただけるとイメージつきやすいかなと思います。じゃあ今回、今の物質の変化というところのご説明をさせていただきました。こちらで終了となります。ありがとうございました。